次の4年間、佐藤力は何をするのか。今回は今回の選挙の公約についてお話ししていきます。こんばんは、練馬区議会議員の佐藤力です。練馬の力を伸ばすために全力で頑張ってまいります。さて、皆さんから多大なるご支援をいただき、練馬区議会に押し上げていただいてからもう4年が経とうとしています。これまでの4年間何をしてきたのかなどについては、こちらの動画をご覧ください。今、日本において少子化人口減少という問題はますます大きな問題として重くのしかかってきます。練馬区においてもこの影響は大きく、高齢者福祉や介護、医療など社会保障経費が増大し、練馬区の判断で抑制削減が困難な義務的経費が予算の5割以上を占めるなど、厳しい財政状況が続いています。さらに、税収等においても厳しい状況が続いており、今年は基金・記載を合わせて約120億円を活用しています。今後も同様のペースで基金の取り崩しを続ければ、基金は数年で底をつき、記載残高が大幅に増加する可能性があります。練馬区にはまだまだ課題が山積しています。ここにしっかりとくさびを打ち込み、子どもたちに誇れる練馬区を残していかなければなりません。私が次の4年間で行っていきたいと考える公約は大きく分けて5つあります。まず1つ目は子ども施策です。子ども関連予算を増やし、安心して子どもを産み育てられる環境を整備するとともに、小中学校の公教育の質をさらに高めていくこと。2つ目はずっと自分らしく暮らせる地域の実現を目指し、元気な高齢者の方を増やしながら、在宅医療体制や高齢者施設の拡充を図ること、そして障害者福祉の充実を図っていくこと。3つ目は災害対策として災害時の避難拠点となる体育館や高層マンションの防災力を高めること。4つ目は大江戸線延伸の早期事業化や緑バスの増便など公共交通機関の利便性の向上を図ること。5つ目は練馬区役所に対して DX を促進するとともに、民間人材、副業人材を活用して行政改革を推進すること。以上、簡単ですがご紹介させていただきました。詳細は動画説明欄に記載のリンク先をご覧いただければと思います。引き続き皆さんのお声に耳を傾けながら、今後ますます練馬区に日本に大きな問題としてのしかかってくる人口減少、少子化、高齢化などの課題に対して全力で取り組んでまいります。今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。